Yes! Hang out with Harry! LAN 企画公共編ノーカットバージョンです。ベストタイムをね、目指す公共10キロの挑戦ですけども、今回はちょっとスペシャルゲストをお迎えしています。市民ランナーの塩谷慎さんです。どうもこんにちは。簡単に僕から紹介していただきますけれども、しんじさんはうちのチームナスティっていうね、勝手に作らさせていただいたチームの、まあ、キャプテンというかリーダー的存在で、僕をほんとこのもう1年ぐらいずっとべったりいろいろと一緒にね走ってくださって、でも市民ランナーなんて別にプロではないんですよ。プロじゃないですよね。ベストタイムでどのくらいですか、フルって。2時間38分で。早い。2時間38分。そんな素敵なコーチがいてね、いろいろと僕のトレーニングを見ていただきながら始まりました、審査。始まっちゃったね。皇居のね、これそもそも10キロなんですけど、審査、これうちらがいつも走っているコースとちょっと違うんですよね。違いますね。うん。スタート地点が違いましたよね。違う。いつもは、桜田門の中を通って、はいはいはい、広場の、スタート地点って目印があるんですけれども、うん、そこからスタート。時計台があって、時計台、そう。ただあれ皇居敷地内になってしまうので公道ではないので撮影できないので外からなので、ランナーの皆さんが思ういわゆるその1キロ地点、2キロ地点でちょっとズレがあると、うん、で最終的に桜田門も通らずに外側から行くのでちょっとしたズレはあるんですけども、まあ、10キロは10キロで始まりました。はい、まあ、39分、38かな、今までのベストタイム、それを更新するために、その時もしんじさんと一緒だったんですけども、いつだっけ、6月ぐらい。そうですね。だからそこからもしんじさんと一緒にもう大体週2ぐらいでね、ポイント練習いろいろやらせていただいて、今回はこうやってね、自転車でスタッフの方が、チェイスしていただきながらこうやって撮ってくださってるんですけども、いやー、こう見るとちょっとお尻がちっちゃいですね、杉山くん。自分いつもさ前走ってるから、はい、あまりこうハリ君の後ろ姿見ることなくて、僕ずっといつもしんじさんのケツ見てますよ。そうそうそう、しんじさんもともとバスケ出身だからね、ケツがねすごいしっかりしてんの。でもしんじさん結構ガタいいじゃないですか、うん、なのにランとかね全く問題なく、そうね、まあ、うん、走り込んでますからね。そうですよね。月間どんくらいですか。300から400キロぐらいです、ね、出ました。300から400ですよ、皆さん。でも皇居ね、コースとしてね走るのね、もう僕もずっともうしっかりランと向き合う前から、だからもう10年以上はもう走ってるんですけども、やっぱ気持ちいいですね。そうね、うん、1周5キロっていう距離もねちょうどいいし ね、この1周5キロが微妙に周5キロじゃないんですよね、確か。そうね、多分 4.95 ぐらいなんですよね、うんうん、だからちょっとねタイムが速くでガチなんだけども、この今回僕が走るコースは極めて10キロに近いというか、なので僕が持ってる過去のベストタイムは内側走ってるから、そこもちょっともう違いが、そうね、うん、そんな話をしながらもうすでに 500m 地点これ超えちゃってますね、うんうん、距離表示でいうと今多分800を超えてるんだけど、多分スタート地点が違うから、はい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 、そう、初めて、ていうか今までね後期走ったことないという方、下見るとね距離表示がねあるんですよね。そう、 100m ごとに各都道府県のなんかお花みたいな模様があって、はい、いやこれなのよ、それが47個置いてあるんですよ、ね、うん、面白いんですよね。ついついそこを見たくなっちゃうんだけども、1キロ地点ずつには1キロ、2キロ、3キロ結構分かりやすく、分かりやすく、うん、そろそろ、本来の1キロの目印が出てくるのかな。そうそうそう、だから今もしょっちゅう僕ずっとね時計見てるんだけども、1キロ地点がどっか分かんないからずっとチラチラ、あ、ここで今だいたい850ぐらいになってんだなって、あ、ここですね、これが本当の、ここが本当の1キロ地点、ここ、うん、だからここじゃなくてもうちょっと先なのよ。で自分分かんないからここからね鬼のようにね時計を見始めると思うんだよな。いやでも天気良かったなこれ、うん、ちょうど右側がね大手町になってきますからね、ここちょっと細くなってるからねこの道が、時計をチラチラ見てますね、時計チラチラ見てますね、うん、走りながら、散歩されてる歩かれてる方々とぶつからないように我々ランナーは日々気をつけています。こうね、あーもう見るよ、もう間もなく1キロ地点なんじゃないのかなこれ、はい見る、違う、見る、違う、あ、そろそろここだな、はい、押します、来ました、3分54。お、早いね。入りとしてはどうですか、うん、その目指す1周目ってさどんくらい目指すべきなんですかね、その39分、38秒を目指すんだったら、はい、そうですね、1周目はまあ
20分をちょっと切るぐらいで2周目上げられればっていうのがいいかな。じゃあ入りとしては3分54ってどうですか？ちょっと早いかもしれないけど、はい、まあでも突っ込みすぎでもないんで、はい、まあいいんじゃないですかね。よかったよかった。問題はここから、ペースを落としすぎないこと。1キロ地点か2キロ地点で意外とちょっとね落ちることってたまにあったりしますよね、うん、1キロがちょっと道も広くて走りやすいからついついスピードが上がりがち で、うん、で1キロから2キロの間っていうのが若干道が狭くなるところが出てくるので、はい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 、そこでまあペースが落ちがちかな、うん、そうね。ここからちょっとずつ2キロ地点の竹橋付近までね走るんですけども、ちょっと風がねたまにこの辺り向かい風を食らったりとかすることもあるので、はい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 、これ間もなく左側にこれ昔というか一時工事中の時もあったじゃないですか。だからこのまま真っすぐ竹橋に向かうんじゃなくて、このポイントちょっと前までは左工事中に左行かなきゃいけなかったところありますよね。まさにここを左に曲がらされる時があって、はい、となるとタイムが全然変わってくるんですよ、うん、はいはいはい、距離も伸びてたし ね、これも綺麗になりましたね。昔の皇居この辺りねガタガタでガタガタでしたもんね。走りにくかったね、うん、これちょっとねもう通り過ぎたんですけども、和家の清麿像っていうね、うん、像が奈良時代末期から平安時代、スタートあたりの方の有名な貴族の方の像があったの、うん、銅像があるんですけど全然知らなかった最近調べてね知ったんですけども、さあちょっとずつ竹橋の方に向かっていきます。これ右側に、ね、毎日新聞がねちょっとずつ見えてきたりとかするんですよね。この辺が割とこう信号待ちの人がいたりとか、はいはいはい、そうちょっと細くなって気をつけなきゃいけない、そうなんですよね。信号待ちのベビーカーのね軍団がたまにねいらっしゃったりするので、そこはもうお互いね行動をシェアしていかなきゃいけないんで、うん、気をつけながら走るっていうのが大事大事。そうでここね走るときにどっち側を走るのか考えません？そうちょっと点字ブロックが変なところにあるんで、その内側なのか点字ブロックの左側なのか右なのかっていう、で団体で走ってる時とかもこれたまにね詰まるようなエリアであるので、うん、でも気持ちいいな。この時すごいいい天気でしたね、うん、結構雨男なんですけどこの日は良かったですね。だからこれ点字ブロックのインサイド、あとみんな皇居ランしてない人はね今のところにねお手洗いがあるんでね、うん、さあそしてここから入ります。皇居の試練上り坂ですね。本来ならここって2キロ地点なんだけど今回の場合この先ってことだよね。そうですよ。なので2キロ地点が本来はこの皆さんしてみてここでみんな時計を押すので、俺2キロ地点分かんないからまた時計を見るでこれね意外とねダメージくるんですよ、うん、歩行者も気にしながら時計も気にしながら、だから本当はこれもオートラップにすればよかったんですよね。そう、うん、このやり方をするんだったらもうオートラップ、おバカちゃんできたやっちゃいまってたんだよこれは。これがねもう走ってる人なら分かるんだけども意外と地味にしんどい、うん、この上り坂そして長いで、ちょっとずつ僕も呼吸がだいたい荒れ始めるんですよ。あ、でもまだ2キロ地点に行ってないですね。行ってないね。あ、押した。あ、ここか押した。おお、3分59。あ、いいんじゃないですかね、うん、あんまり落ちてないから。しかも結構上りも含んだ区間になってるのに落ちてないんで、はい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 、そうね。これでも映像だと分かりづらいけどもっと上ってる感じするよね、はい、かなり上ってるんですよ、うん、これずっと上りですから、なんかこう映像だと伝わらない辛さみたいなのがある、はい、ありますあります。でこれ今綺麗に右の道ができてるじゃないですか、うん、これ基本的に皇居ランナーの5キロはこの内側の方行きま す、ね、あれ2つ分かれますもんね。分かれて反対側の方行くとショートカットになっちゃうんで、はい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 、そうでも登って大体ここで僕はもうはーってもう早くリカバリーしたいんで心拍数もできるだけ、あ、でも聞こえましたね。来ました、杉山恒例のあ、これね、苦しい時に出てきちゃう声なんですよ。ここで、まあ、シャドウのきつい登りが終わって、はい、まあ、ただまだちょっと登り続けてる感じ。でもちょっと気持ち楽になりますね。そう、ちょうど高速の入り口あたりになりますよね、これ。
この裏の道がね、ここはまだあったかいんですけども、これ時間帯、これ例えば夕方になってくるともう急にここも太陽も当たんなくなってくるから寒くなったりとかするんですよね。大事大事。だいたい僕シンさんと一緒にそれなりの速いスピードで後期走るとこの辺りでちょっとね離れやすく離れちゃってるね、離れやすい、だからそれをもう食らいついて、ちょっとずつここからはハンズオモン英国大使館前に向かおうとしています。なんかねウォーキングされてる方もいらっしゃってね、ここも随分走りやすくなったよね。そうですね、チームナスティ で今回5キロ地点から遠いところでペーサーしていただいている中村博之くんで、僕 の, あの長年の友達がいるんですけども、博之さんね、皇居で5回ぐらいこけちゃってるんですよ、で初めてこけた時がまさにこの辺りデコボコだったから、そう道も 細かったし、今右側が広がってるけど、それがなくって、今ハリくんが走ってるこの細いところだけだった、ね、そう、しかもこれがね、ゲレンデの、あるじゃないですか、ボードしながら出てこない言葉、コブバンプって言いそうになっちゃった今コブみたいにいっぱいあったんですよ昔、なんかこの石畳がこう浮いちゃってる感じ、でそこでひろゆきが昔ねすっ転んじゃって、これひろゆきがどこですっ転んだの大体全部僕は把握してますね。後々 の下るところもそうなんですけれども、でここでね本来だったら間もなく3キロ地点に入りそうで、そうですね、で一瞬結構急な下りがあるんですよね。その下りの途中に3キロ地点の目印があります。でこれ結構しんどいから、このちょっとしたプチ下りでいかに、僕結構ここね肩で力入っちゃうと、もうこういうになっちゃうと、もう呼吸どんどん上がってもうダメになっちゃうんで、できるだけ姿勢よく、リラックスしながらこの下り、これ、あんま伝わらないです、これ下ってるんですよ、結構な下りだよね。そう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 、で、はい、この辺りで本来の3キロ地点がここです、ピコン、でもここじゃない、どんぐらいずれて、100メートルぐらいずれてるのかな、そんくらい、100メートルありそうですね。で、ここ曲がる、で、息を取り戻してリラックスした後、よし、あと500メートルぐらい頑張れば皇居の恩返しじゃないですけども、ボーナスステージがね、ボーナスステージ、下りに突入するんで、ここがね一番きついところかな、粘んなきゃいけない、ここね、じわじわ登ってるんですよね、右側が英国大使館ですね、僕が長年お世話になって食の親善大使もそこで任命されました。はい、いつか、おっ3キロ地点4分9、シーさん、これ4分9どうですか、3キロ地点だいたい上り区間で、10秒ぐらい落ちるんで、これ本当にプラス10秒なんでいいペースかな、今のところ順調ですかね、順調、その英国大使館でいつか結婚するなら英国大使館の中のガーデンで結婚式あげたいです、式あげたい、全然できませんけど普通は なんとかできないかなって夢のまた夢。あ、そして公共ランナー初めて、ラン初めての人はもう間もなくねお手洗いが左に出てきたりとかするんで、そこでねちょっとワンポイント休憩入れてもねいいかもしれませんね。今工事中かな、あ、今工事中か、マジか、見えるかな、そうですか、工事してたよね最近、確かそんな気もしましたね。あ、ごめんなさい、失礼します、これ僕めっちゃ叫んでます、失礼しますって、あ、工事してるね、工事してますね、失礼しました、これめっちゃ工事してます。千鳥ヶ淵公園ですね、ここがこれ今ちょうど右にあるのが東京 MX っていうテレビ局なんですけども、僕ここで昔の5時に夢中っていうカオスの番組の黒船特派員をやらせていただいていて、それこそ中尾美恵さんに、そしてミッツマングローブさんにめちゃくちゃ鍛えられました、はい、で初めてマツコさんと会ったのもこの東京 MX でしたね、はい、ランと全く関係ない杉山情報でしたね。さあ、ここからボーナスステージスタート、ここはね 3.5 キロ地点かな、はい、でここからかなり下ります、本来の 3.5 キロ地点ですよね、だからここでいかにもう全身リラックスして息を取り戻せるかっていうところですよね。シンさんとよく10キロ走ってるときに、ここまで僕結構いつもゼーハーゼーハー言ってるじゃないですか、でここからまたリカバリーして2周目に突入できるっていう、いやでもこれ見てくださいよ、この快晴ブルースカイ最高でしょ、雲一つない感じ、めちゃくちゃ気持ちいい、そしてこの下りがね、ただね、それなりの、それなりというかある程度体感とか
しっかりしないと足がね持ってかれちゃうんですよ、うん、スティープな結構急な下りなんで。ここで転ぶ人も結構いますね。結構多い。あのひろゆきさんここですっこけてますね、うん、はい、2回もやっちゃってるあの人ここで。そして歩行者結構多いですね。そうですね、今おそらく留学生の方々がいらっしゃったりしたんで、そういう時にもね、ゆっくりアプローチするのがベストです。さあ、ここからこれ全部下りです。映像だと分かりづらいですけど結構下ってますよね。下ってる下ってる。で、間もなくさらに下るようになるんですよね、うん、従来の4キロ地点のところが一番傾斜がきつい下りです、ね、はい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 、はい、で今のところタイム順調ですかね、しんさん。うん、順調だと思いますよ、うん、よき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 。あ、でもなんか本当走ったことない人でも皇居走ってるようなちょっとした疑似体験になりますよね。確かにこういう映像見たことないですね。うん、ぼちぼち従来の 4km 地点がここが一番こうシャドウがきついところですね。はいはいはい。でここが細くなってくるから気をつけなきゃいけないですね。ここですね、はい、でここでご覧の通りちょっとスピードアップしてるのが分かると思います。これも 4km 地点超えましたね本来の、うん、でもう間もなく 4km 地点来るのかな。ここも割とこう展示ブロックの内を走るとか外を走るとかコース取りが難しいところですね、うん、ですね、ですです。お、まあ、もうなんか4キロ地点来るから、まあ、大体100メートルぐらい下がるんだな。で、ここでね、スピードに結構乗れるんですよ、うん、あ、もうチェックしてる、ずっと見てる。これが意外とロスになってくるんだよな。はい、4キロ3分52ずいぶん戻しましたね、うん、いいですね、いいですね。でこのまま1周大体19分50ぐらいいけると、まあ、ベスト更新できるんじゃないかな、更新できるんじゃないかなと、うん、ね、まあ、今回かなり珍しいラン動画になってますけども、普段僕もイギリス英語とかいろいろお伝えしたりとかしてるんですよ、この YouTube で。大使もラン企画も結構真面目にやっていきたいということで、ぜひぜひ。そう、ランに興味ある方はぜひともチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。嬉しい限りでございます。チームナスティってね、我々だけではなく本当一般の僕の長年の友達とか、それこそ一緒に即レ正解やってるアリサちゃんとかね、ジェールナビゲーターの三原ちゃんとか見たりとか、もうあとそうですね、ランナー、もうランに人生をかけてる、まあかけてほしい、うん、佐野千秋ちゃんもねこの、メンバーではいますからね、うん、みんなで仲良く走ってるんですよ、うん、さあまだ下ってますよ。まだ下ってます。スピードここを抜けたあたりで下りが終わりなんですかね、うん、ですね。でもよく足動いてますね。ああ、そう見ます、うん、下りだし、よかったよかった、いいですね。ここはまた気持ちいいんだよな、うん、さあでここが一番こう一周走る上ではゴールが近づいてきていて、うん、なかなかこう頑張りどころというか頑張れるところ、はいはいはい。5キロ1周の時にはここが一番なんかスピードがわーって上がりますよね。こっからもスプリントをスプリントの準備、うん、だから腕の振りとかもね結構頑張るようになるようなテリトリーになってきましたよね。はー、でも意外と僕ブレてないですね。ブレてない、そこまで体感、うん、よかったよかった。でこっからがポイントなんですけど、もう間もなく桜田門なんですよ。だから桜だもんね、これ普段はもう左入って中行くで広いからすんごいかっ飛ばせるんですよね、うんうん、気持ちよく下るし、ここいつもなら左に曲がる、ここいつもなら左曲がるじゃなくてここを右行く。ここ走ったことないかもしれないですね、はい、狭っ、ここねちょっとねめちゃくちゃ狭いじゃないですか、狭くて、あと僕もおそらくもうほぼ初めてなんでコース取りちょっとね迷いながらやってるんですけれども、この後、ね、直角のねターンがあるんですよ。だからいまいちスピードに乗れないっていうところあるけど、うん、まあ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 、だからまあベストを狙う意味ではいつもよりタフなコース、ね、そうですね。うわ狭、あそうなんですよ。あでも今のところ18分54.5いいんじゃないですか。19分50目指してる、うん、まだ余裕がありそうですね。そうですね、下りで一気にリカバリーできましたよね、うん、
まあでも新さんとも気がついたらもう1年近く以上かもね。1年以上ですかね、うん、いろいろと感謝祭に向けてのトレーニングとかね付き合ってもらったりとか。だから僕のターゲットっていうのはそもそも感謝祭だったの気がついたらフルの方に ね向かってるって。で新さんもフル、2時間何でしたっけ、38分。そこはもう全然僕の中でもね、いずれか今年ねサブ3とかできたらね3時間切るっていうことを目指してるんですけども、ぼちぼち一周ですかね。お、一周来るか。あ、19分46秒。19分46。お、いい滑り出しじゃないですか。まず目標タイム、5キロの設定が19分50ぐらいとすると、うん、一応オンスケジュールというか、まあ、まあ単純に倍にしても、39分32秒。うん、はい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 、はい、だからまあベスト更新できますよね。近づいてますよね。うん、いや、お、ちょっと呼吸が聞こえてきましたね。荒れてますね、杉山くん。うん、まあでもよく見る光景ですけどね、はい、このタイミングで遠いところにまあ、全然見えないんですけど。あ、いるいる、います。ちょうど僕のね、左のね、あ、もう見えなくなった。左のヒップの外側に白いあの T シャツを着た。お、あ、見えた。ちょいチラチラリ、ちょいチラリ、あのひろゆくんが走ってるのが見えるんですよね。チームナスティ最年長、チームナスティ最年長、40歳で18分フラット、フラットですね。18分00ですよね、5キロ1周。だからうちら全然陸上経験者とかね全くいないんですけども、単純にランが好きで一緒によく走っている集団なんですよね、うん、あー上がってますね、呼吸が。聞こえますね。あ、おー、まあでもこれはもう食らいついていくしかないっていう。まあハリーさんはまあこっからですよね。そう、呼吸が荒れてからの粘りが真骨頂なんで。そうな、あんまパワーはないんですよ。パワーはないけど、もう地味に粘って食らいついていくのは結構得意な方なんで、うん、でも足の動きとかもそこまで悪くないですね、うん、呼吸には全然変わらず淡々と走れるんですね、うん。ああでもいろんなトレーニング我々やりましたもんね。その、皇居外苑ちょうどこの右側のところですね。あの一周何 1. どんくらいでしたっけ。 1.2 弱です、ね、1.2 弱ぐらいで、その1キロインターバルでじゃあドーンって、まあ、3分35、もうちょっと早い時もあったりとか走って、で その後 100m ぐらいはちょっとジョグしてつないで70秒80秒ぐらいですよね。そうですね、70秒ぐらいかな、うん、それをだから1000×5っていうメニューをみんなで一緒にやったりとか、インターバルもあって、皇居あって、皇居外苑あって、神宮外苑もあって、いろんな大会もね出たりとかしてますからね。ひろゆきさん見えますね。見えますね、綺麗に、あの小さく。あ、でもちょっと近づきましたね。近づきました ね。これはひろゆきさんにはどういうオーダーで走ってもらったの。ひろゆきさんには僕前回のベストタイムの、うんうん、5キロ地点から10キロ地点のタイムを伝えているので、うん、それちょっとだけ早ければ嬉しいなと、うんうんうん、あまりペーサーが得意じゃないひろゆきさんなんですけれども、でも頑張ってくれてますよ、ここは、うんうん、だいたいあと僕のハーハーゼーゼーが聞こえてきたらちょっと上げるねっていう。あ、だから程よい距離でペーサーしてくださってるということですね、うん、そうですね、この自己時世あまりこう近づきすぎると良くないからね、うん、それもあるんで。はい、じゃあ右側に大手町があり、そうです、そろそろここ重要ですよ、2周目の入り、はい、2周目の入り、もう間もなくタイムが出てきます。さあ杉山どうだ、6キロ地点来るか。おお、1周目より早いですね。いいと思います。ただ息上がってんのにやっぱ時計をチラチラ気にしなきゃいけないっていうのがちょっともったいないですね。そうですね、結構な中盤特にロスになってくると思いますよ。オートラップにすればよかったですね、これは、うん、これね、ひろゆきが見えて、ひろゆきの後ろ姿見てちょっとテンション上がったんですよ、うん、だから気持ちいい、あ、ちょっと俺上げすぎたなっていう感じはちょっとあったんですよ。あ、なるほど、うん、じゃあまあ疲れてるなりに上げてタイムも、まあ、もちろんだからもう 70% ぐらいですね、自分の
あの持ってる、うんうん、ここで100出しちゃうとすぐバテちゃうんで、うん、抑えようと抑えようとしながら、でこっからどんどんひろゆきがね遠くなっていくの。あらそうで、なんかあれちょっとなんかしんどいかもしんないなっていう風になったりとかするんですけど、あのちなみにどうでもいい情報を一つ入れちゃっていいですか、うん、これ僕の普段の最近の冬のランニングウェアにしてはなんかちょっと決定的な違い一つありません？上半身で、上半身で、ああ、ノースリーブ、ノースリーブになってるんですよ、うん、だからこれは完全勝負モードなんですけども、うん、これ僕が大好きなアーセナルの左サイドバックのティアニーが、うん、どんだけ寒くても絶対、もうスリーブレスというか、うん、いわゆるアンダーを絶対着ない人なんで、うん、彼に向けてのリスペクトとしてスリーブを捨ててます。なるほど。この日気温はどうだったの？あ、そんな鬼のように寒くなかったですけど、まだ冬は冬なんで。そうだよね、はい、どうでもいい情報です本当どうでもいい情報。さあ竹橋に着実と確実に向かっております。でもなんかちょっとペースが落ちてるように見えますけどね。あ、やっぱりそう見えます、うん、足は動いてるんだけど、はい、ちょっとスピード感が今までよりないかな。これ思い出した、これ、うん、このタイミングで若干、うん、差し込み気味なものがあったんですよ、ねうんうん、若干右のこの辺りぐらいに、うん、あーなんかキューってされてんなっていう、それが思い、あ、なんか今触ってませんでした？今触った。時計だったのかどっちだったのかな、なんかうわーうわーっていう感じだったんですよね、この辺り。ちょっとカメラもこのタイミングで離れちゃったんですかね。あー、そうですね、はい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 、できるだけ今右手に違うカメラのスタッフさんがいらっしゃるんですけども、そうそうそう、これは自転車のドライバーさんの思いやりっていうやつですねありがとうありがとう、キャー追いつかなきゃ、ハリーさんどっか行っちゃうみたいになって急にスピード上げましたね、自転車上がりましたね、いたいたいた。ここね結構ね差し込みきたんですよ若干。いや上りも始まるのにここで差し込みきたら結構きついかもね。いやきついきついきつかったけど、もうやるっきゃないっていうところですよ、うん、ここは。なんかこの左手のトイレにね、あトイレ行きたい、おしっこ行きたいみたいなところも若干あったりしましたけどもなんかむずいですよね、どのタイミングでご飯食べたり、どのタイミングでそのゼリー飲んだりとか、うん、この日ねほとんどね朝ごはん食べることできてないんですね、確か、うん、本来の2キロだけど、こっからもうちょっと登らなきゃいけないんですよ、ね、はい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 、ちょっと焦ってるんですよ、うん、あれちょっと遅いかも、あ、俺やばいかも、俺結構遅れてるかもしんないぞって。で、1周目のこのタイミングが3分59でしたね、うん、3分59だったのがそろそろ7キロ、うん、そろそろ7キロ息も上がってますね、かなり上がってます、ピンチでございます。おっと遅い遅い、粘れすぎやわ。あー、これ心拍数 85% ぐらい来てますね。あ、落ちた、あ、おー結構落ちましたね。ちょっと落ちすぎです ね。というのも1周目の2キロから3キロって3分59 5秒しか変わってないのに、1キロから2キロか5秒しか変わってないのに、ここ、10秒以上落ちてますね。17秒、17秒も差がある。結構やばいかも、このまま落ち続けたら結構ベスト更新早いかもしれないですね。あ、しかも俺にとっては、僕にと、とっては珍しい首を横に動かすような。確かにこれ結構苦しそう。あれマジ大丈夫？あ、でもここでね、やる気ないってはーっていくと思うんですよ。はーって、あれそんな余裕もない、結構肩も触れちゃってるっていうか、だから崩れてますね、これは。崩れてる、珍しく崩れてる、うん、崩れちゃってますね。3キロ弱あるのに、うん、ただここが僕の一番しんどいポイントで、うん、これはちょっとずつリカバリーするんですよ。確かに、いつも普段の僕だったら、でも普段だったら僕目の前にシンジさんがいるから、
よし、なんとか頑張れるぞって、ペーサーって本当重要なんですよね。引っ張ってくれるっていう。今回はほぼ一人でペース作ってるようなもんだから、そうですね、時計も気にしなきゃいけないし、うん、かなり条件としてはベスト出すには厳しいかな、ね、過酷、過酷、うん、まあでも、雪降ってなくてよかったですね。あ、そうね快晴でしたからね、この日。あ、ちょっとね、足もね、微妙にね、さっきと比べてね、上がってないんだよな。上がってないね。上がってないんですよ。このタイミングで、だいたい筋膜張筋、だいたい筋膜張筋ってこの辺りに、うん、あるんですよ、そういう部分が、人間のパンパンになってきて、ここがパンパンになると腸腰筋が詰まってるということだから、足が上がってない、上がんないっていうね。いや、もうすごい心配してる。さっき4分10だったから、ここでもし4分20とか4分25ぐらいに落ちてると、もう厳しいっていうことになってしまいますからね、うん、普通だったら、まあ、上りが続く区間なんでタイムは悪くなるはずなんですよね、うん、それをどれだけ抑えられるかってところですかね。なんであれ4分10まで落ちたんですかね。やっぱその差し込みと、やっぱり上りも若干含んでる、うん、区間ってことかな、はい、にしてもちょっと落ち着きかな、うん、出た、シンさんから厳しいお言葉いただきました頑張れ頑張れ。そう、この辺りで、この後の飯何食べたいのか考え始めるんですよ。はあ、豆乳のプロテインが欲しいぜ。ああ、思いっきりハンバーグ、それともステーキ、それともウーバーイーツ。お、登り終わったよ。あ、登り終わった。下る、下る、下る。あ、ここでどれだけ回収できるか。どれだけ回収できて。あ、でも動き良くなってるね。ちゃんと足が上がってる。足が上がってきましたね、うん、そう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 、はいはい、顔漫画に考えてますね、大体この辺り、ね、自分に対してご褒美考えるとね、うん、楽になってくるから。あ、そう、そして英国大使館が見えてくる。あ、動きが良くなってる。さあ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 、8キロ地点、どうだどうだどうだ。いやー、どうだ。あ、でもやっぱこう見ると動き良くなってる、ね、動き良くなってますね、うん、上りダメージちょっと食らってたんだな。もうそろそろでしょ、8キロ地点、うん、4分15以内じゃないと。おお、落ちてないですね。これまた不思議、不思議ですね。不思議だね。その1キロ目のそのペースと考えたら、なんか落ちて、最初に落ちてそれをキープしたって感じですね。うん、あれですもんね。だって1周目は2キロ地点か3キロ地点10秒落ちてる。10秒落ちてますよね。ここ落ちてないですもんね。落ちてないね。だから登った後に頑張ったって感じかな。ああ。やっぱ我慢強いところは、うん、やっぱ息が上がったり苦しくなってからの、そうですね、粘りがハリーさんの心臓。忍耐の杉山ですから。何考えてるんですか。僕ですか。苦しい時、うん、苦しい時、うん、今まで僕を振ってきたり、うん、僕のことを見下してきた人間たちを見返してやるっていう怨念です。怨念ですよ、怨念。強い。ある意味弱いっすけどね、そういうことなんかもう、もう なんでね、何十年前の話とかで今でも覚えてるのかっていう話ですけど、いや、ちっちゃい人間だな。いや、それをね、走りのパワーに変えられるってすごいことだね。審査優しい。超ポジティブ、超ポジティブ。そしてボーナスステージが、ボーナスステージ始まりました。このタイミングでもうそこもうやるっきゃないってなってるから、過去のフラッシュバックはね、もう終わってます。終わってる、終わってます。もう未来に向けて、もう10キロ地点にいるスタッフさんたちの、期待、うん、裏切られないっていう思い。あ、ここでこのカップめっちゃイチャついてた。ちょっとイラッとしたけど、逆にパワーになりました、うん、すんごいイチャイチャしてた。珍しくイチャイチャしてましたね、うん、さあ加速してきますよ、ここから、うん、ゴールが見えてきたらもう体
下りはもうスピードになる、気持ちもね明るくなりますし、ちなみにこの8キロ地点から9キロ地点のタイムはどんくらいが理想だと思います？もうだからゴール直前になってくるとまた3分50付近のタイムが欲しいところですね、はいはいはい、だからもうこの1キロも4分は絶対切らないといけないですよね、うん、もうここは下りになったらもう完全に、うん、もう体感としてのペースを上げるってことをしないと、はいはいはい、なかなかいいタイム出てこないのかなって感じです。でも足上がってますね。上がってる上がってる、なんかこの躍動感みたいなのが出てきましたね、はい、さっきの上りはもう詰まってましたね、体フリーズしちゃってましたね、あそこ。まあでもいつも一緒に走ってるから分かるけど、ハリさんは下りの方が圧倒的に得意なんで、です。今もすごいかかとが上がってますよね。です。めちゃくちゃスピード出てますよ。いいですね。いやもう日々のね、あの電筋のトレーニングをですね、あのクラブ100さん、中野ジェームさんの吉田のトレーナーありがとう。それでお尻がちょっと大きくなりました、ね、ここ一番スピード乗るところ、イエス。あ、いけてるいけてる、動いてる動いてる。あ、またタイム確認してる。本来ならこの辺りですからね、9キロ地点は。いけ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 、やっぱり1周目の下りよりも全然このスピードが出てる感じが、躍動感ありますよね、うん、この辺りでもクイーンのドントストップインナウが頭の中でね、あのかかってますね、うん、止めるなって止めるなって、ノンストップノンストップ、いただきましてありがとうございます。失礼しました。やばい、お、押した、あ、押した、お、3分50切りました、ね、あー上がった、3分46、最速ラップ出てますよ。グレートグレート。だからこのままで4分切れたら自己ベストは間違いないぐらいですかね、最後の。そうですね、確かにここまでのタイム足すと1周目と変わらないぐらいなんで、そうですね、うん、そうだからもうここでもうラスト1キロだからもう上げろ上げろって自分に言い聞かせてます、うん、そう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 、顔まんがいも欲しいし、あとちょっとデザートでどら焼きが欲しいんですよね。どら焼きが欲しい。あと大体もう新次さんに報告したいなっていうふうにもこの辺りで考えてますよね。はははは、そう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 。あと遠いところでもひろゆきさん走ってますけれども、そういえばなんか見えなくなってるんですよ。そうなんですよ、ひろゆきさんちょっと気持ちよくなって、あ、ちょっと見える、さっきちょっと豆粒が、ね、うん、走ってますよね。ちょっと人参にしては小さすぎるもっともっと近かったのがよかった。ペーサーとしてペーサーとして、あーでも足上がってるから大丈夫、うん、ここもう下り終わってるところですけど、ちゃんとラストスパートできた、ね、よーし、いけいけいけ。これシーズンサブ3とかもし狙ってる時に、うん、この10キロって目安のタイムってどんくらいが、まあまあ10キロのタイムだけでジャッジするの難しいですけども、どんくらいが大体こんくらいだと、まあこの人サブ3ランナーだよなって言えたりするんですか、うん、40分は確実に切っててほしいのと、まあそうですね、39分半、うんうん、今回の目標ぐらいのタイムがあるとまあサブ3しやすいのかな、ね、なるほどなるほどなるほど、はい、そう昔なんてもう10キロなんてもう考えられないことでしたもん、本当5キロだけど十分十分、よし、桜田門が左に見えてきた。ただし桜田門には入らず、ここを右曲がってバックストレート、前のストレートですね。ここスピード出しづらそうですね、うん、でも僕もなんか、ああ負けなきゃいけない負けなきゃいけないって、もうすごい首がもう横に行っちゃってるじゃないですか、うん、ああやばい、ちゃんとスピード出てますね、うん、そうです。もうここで桜田門のところも左曲がるじゃないですか、うん、あそこでじゃあ切り替えていこうって審査よく言ってるじゃないですか、うんうんうん、そういう思いで、よし、もう間もなく切り替えボタン押しちゃうぞって自分に言い聞かせてますね。曲がった後ぐらいですかね。曲がったらとりあえず上げろって。だからもう38分も43.4だから、ここで、あ、まずいと思ってるんですよ僕として。やばい、もう上げないと危ういぞって。で、ここね、自転車を見てる、インサイド、どうしようこう失速するんだよ、この、で、ここから、いけーって、ここから、ここから、
あ、分かった分かった。お、いけいけいけ、うん、足音も変わってきたね。あ、足音ですね、うん、これはアルファじゃなくてナイキのネクストの足音ですね。お、ラストスパート、ちょいスプリント。お、お、お、いけた、お、上がった、いけるか。おー、39分23、自己ベスト更新、どうですか、しんさん。素晴らしいです。マジっすか。はい、あの、自分でペースを作ったこともそうだし、あとは、まあ、いつもよりも多分長い距離走ってるし、走りづらいコースだったことを考えると、多分コンディションを整えていつものコースで走ったら39分は切れますね。それチャレンジしたいな、チャレンジしたいな。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいですね。でも見てくださっている皆さんはね、あの、誰だって高級走ってるわけですから、もちろんこのスピードで走るっていうわけじゃないんですけれども、ちょっとしたね参考になってくれれば嬉しく思うし、まあちょっとね、この次は39分切りをいつかできたら嬉しいですね。しんさんありがとうございました。ナイキしんさん、チームナスティのリーダーのしんさんでした。そして皆さん、チャンネル登録の方もできたら嬉しいです。してくれますか。 Thank you、 バイバイ。 Hang out with Harry、 いただきました。 Thank you so much、 チャンネル登録よろしくお願いします。こっちでも言ってる。 You guys are amazing, take care。 ね、よかった、本当よかった。